ちっちゃい頃俺平気だったんで、あの集めて、バカじゃないんですか。はい、皆さんボンジョルノ、ブリーダーの中島と、はい、アシスタントのカエルです。よろしくお願いしますよ。梅雨に入るとですね、はい、厄介な虫がいます。はい、ナメクジですね。はい、でナメクジについてはちょっと以前の動画でもね少し触れたんだけど、はい、まあ厄介なのでちょっとナメクジで一本動画撮ろうぜっていうことで調べてきましたよ。はい、何かでカエル君ナメクジで思い出ありますか？プランター、うん、ベランダにプランターがあるんですけど、はい、それを持った時にあの縁に嫌がってうざいなっていつも思ってます。むにゅってなる。うわ、最悪ですよね。あれ気持ち悪いですよね。気持ち悪いけど、まあ、あのその辺はカエル君やっぱさすがですね。気持ち悪いなってなるだけでしょ。そうそうそう、気持ち悪いなそうそうそうってやるだけでしょ。ペッてやります。俺ね、あのトラウマがあってですね、山なめくじっていうなめくじ知ってる？知らない。何ですかそれ？手のひらぐらいあるんだけど。いやー気持ち悪い。椎茸の小だぎ、はい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 、をこう山にこう伏せてあって、椎茸を取りに行ったら、まあ、その山なめくじがね、え、椎茸ですけどみたいな顔して、椎茸いろいろところに山なめくじいるんですよ。それをちっちゃい頃俺平気だったんで、あの集めて、バカじゃないんですか。いや怖い怖い、笑ってる場合じゃないんです。そういうね遊びを昔してましたけどね。今あんなナメクジ触れないですね。いやだってナメクジって寄生虫多くて結構危ないんじゃないですか。そうそうそう、当時は平気だったからね、もうこう掴んでたからね、ナメクジをね、ウニウニウニって。まあそういうわけでナメクジですよ。ナメクジね、はいはい、日本でね皆さんが見るナメクジはほとんどがこのチャコーラナメクジです。チャコーラナメクジ、チャコーラナメクジ、はい、うん、漢字があって、はい、チャコーラ、チャイナコーラです。コーラなんですかやつらは。そう、あのねよくよく見るとここのところで一回こうクッて、へー、クッてなってるんだよね。あー、よく見るナメクジってなってるかもしれない。でこれ以外のこれ結構茶色っぽいナメクジなんだけど、うん、ね、少しグレーがかったというか、はい、もうちょっと白黒に近いような色をしたナメクジがいるけど、それは在来のナメクジ。在来ナメクジで、今その在来ナメクジでだいぶ減って、このチャコーラナメクジが日本では、それ外来種なんですか？なんとですね、イベリア半島出身なんですよ。へー、スペイン人です。スペイン人、スペイン人です。雌雄同体対策するためには奴らの性質を知らなきゃいけないですよ、はい、で寿命はね1年ぐらいです、うん、ここポイント、繁殖期は冬から春なんですよ、はい、寒さが、まあ、マックスになる前後、うんうん、であとは春先、まあ、桜が咲く前、うん、ここが繁殖期です。うん、でね今俺こうやってナメクジの話してるけど、はい、こ気になるのってこの時期でしょ。そうですね、梅雨時期から気になるよね、うん、この時期に対策をしても、うん、要は、ね、そう、繁殖期に卵生まれてそこから帰った子供たちをやっつけるっていうことになるから、はいはい、抜本的な対策になってないんだよね、うん、ここ1個ポイント、ナメクジ対策を徹底的にやるには秋から冬にやってください、はい、これがポイントね。ちなみにですね、イベリア半島出身なのでこの日本の侵略的外来生物ワースト10に入っています。すごいっすね。すごいでしょう。カエル君、ナメクジとカタツムリの違いって知ってる？知らない。あれ、甲羅があるかないかだけ？だけ。え、そうなん？だけです。なんか、うん、へぇ。巻貝の仲間なんですよ。うん。さっきね、ナメクジのことちょっと話してたらね、うん、ちっちゃい頃、食べてたって言ってた。食べれると思って食べたことあるって。食べていいんですか？ダメですね、絶対ダメですね、寄生虫ひどいので、うん、絶対ダメ、死にますよ、うん、で日本には、まあ、それ以外に在来ナメクジね、これも、うん、害があります。野菜を食べちゃいます。でさっき俺が言った山ナメクジ、でっかいナメクジとか、あとマダラコオラナメクジっていうのが最近、これも外来種なんですけど、聞いたことあります。15センチぐらいですね、こんぐらいですね、でかー、こんなも最近は日本に入ってきて、問題になっているというのがナメクジの世界ですね。で対策、どういう対策があるんですかという話ですよ、うん、じゃあ薬を使ってください。もう薬、ちゃんと薬使う、はい、特に秋口、秋ね、10月11月になるときはもう薬で徹底的に防除する、これで
だいぶ減らすことができます。なんかね、あんまり薬剤効きが悪いんだよみたいな話も聞きますけど、そうなんだけど、それは春に帰ったナメクジを薬剤で殺そうとしてるから、はい、どん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 出てくるんですよ、やっぱり殺しても殺しても出てくる、だから効いてないと思っちゃう、効きますんで、うまくやる、タイミングが大事なんですね。でね、薬にはね2種類あるんだよね、うん、これポイント、一つはメタアルデヒドって呼ばれてる成分が入った薬、うん、はい、あの農薬の後ろ側見るとね成分書いてあるんで見てもらいたいんだけど、もう一つはリン酸第二鉄、2種類あって、うん、これねすごく注意していただきたい、使い方に注意です、はい、メタアルデヒドは毒性が結構強いんですよ、うんうん、でナメクジこれ食べたらお腹の中がぐちゃぐちゃになります。はーん、うん、もう一個のリン酸第二鉄っていうのは、これはね、うん、ちょい腹壊すみたいな感じだね。で食欲がなくなってそのうち餓死するという薬なので、リン酸第二鉄は毒性も非常に低いですよね、うん、でメタルデヒドは毒性強いので、うん、ペットなんかがねこれ大量に摂取すると、うん、ペットも死んじゃう可能性があるから、ペット飼ってる方とかは気をつけていただきたい。なのでこれ使い分けてください。生産者の方でペットがいないような畑で使う場合はこっちメタルデヒドの方が効果は高いですけどね、お庭とかね家庭菜園で使う場合はこのリン酸第二鉄を選んで使ってもらいたいというふうにですね。それ以外のいろんな対策ね、これまあ大体カルブ知ってるかな、ビールと総菜は、ビールはね溺死しちゃうんだよね、ビールに飛び込んで、塩はねあんまり効果、水に入れると戻るんだよ、ああなんか聞きますね。そうだからあんまりだけどね、重曹とかもそうですね、重曹でこう天ぷらするんですかぐらいね、つけてあげないと死なないから。コーヒーはこれ意外と効果あります、特に最近ほらおしゃれコーヒー飲む人いるでしょ、 あのコーヒーカスってさ、うんうん、捨てるの困るじゃない、はいはいはい、あれナメクジ多いところにこうやって撒いときゃいいんですよ。へえ、そうするとナメクジこの匂いだいぶ嫌いですんで、匂いがダメなんですね、匂いがダメみたい。へえ、コーヒーの上とかって歩くの嫌がるんだって。へえっていうね、まあ、こっちいろいろその効果あるんだけどなかなか使うの大変なんで、設定的な防除薬剤を秋口ね、10月11月に使って防いでくださいというのがナメクジの防除です。はい、ナメクジってこれカタツムリもね飼育したことあるんだけど、うん、実はね飼育難しい生き物なんですよ。だって乾いたら死ぬでしょ、うん、乾いたら死ぬけど霧吹き大量にやると死ぬんですよ、うん、デリケートです、超デリケートで、ナメクジを飼う時の成功の秘訣、飼わないまあ要はこういう条件になったらナメクジ長生きするよっていう秘訣ね、うんうん、土が必要、絶対土が必要、ジメジメを吸い取ってくれてある程度調整してくれるっていう土が必要、湿度コントロール、そう、土と何かビニールみたいなのが上に置いてあるとか、うん、そういう場所ってすごく増えるので、マルチとかビニールハウスの裾とかね、うんうんうん、そういうところに必ず現れるから、そういうところに10月11月狙って薬剤を散布するというのが、やつらをやっつけるこのチャコーラをやっつけるね、ポイントですよ。雑食ですしね、何でも食べるから、うん、というわけで今日はナメクジのお話をしてまいりました、はい、また次回の動画も楽しみにしてください、はい、チャオチャオ。